ヘアトニックとは、頭髪用の化粧品の一種。吹け、頭臭を防いで、頭髪を清潔に保つ効果、かゆみ、蒸れを防いで、頭髪に関する不快症状を消し去る効果、抜け毛を予防し育毛を促進する、羊毛効果などを期待して使用する。いわゆる生髪量等と違い、これらの多くは髪を固めるといった、生髪力を持たない。選抜後もしくは、 生発前に頭皮に塗布し、すり込むようにマッサージをする。古くは、拭け取り香水といった。日本における男性化粧品の使用については、ヘアトニックで頭皮の手入れをした後、ヘアリキッドで生発するというスタイルが一般的だが、欧米ではヘアトニックとは、生発効果を持つものを言い、ヘアリキッドという言葉は和製英語であり存在しない。 機材として50%から70%のアルコールと水、ヒノキチオールやパンテノール、センブリエキスといった頭髪、頭皮を健康に保つ作用を持つ成分、女性ホルモン様作用を示すグリチルリチン酸ジカリウム2、殺菌剤、グリセリンといった保湿成分、フケを取り除きやすくするサリチル酸ゆみを防ぎ清涼感を与えるメントール、そして香料などを配合する。 頭髪に油分を与えてしっとりとさせるものもある。これに関連して現代の日本では男性向けのシャンプーにトニックシャンプーと呼ばれる種類のものが多数発売されており、メントールを配合していることによる使用後の爽快感や吹け、かゆみ、匂いを防ぐなどと謳われていることが多い。ありがとうございます。